もう全体的にもうバーンズンバーンズンバーンズンバーンってな感じでいいと思います。お願いします。あれ、りわちゃんりわちゃんの歌声こんなだったっけ。そうだ、明日はきっといいになる、いいになる。拳みたいなのはあんまり入れない方がいいんですかね。なんかストレートの方がいい。いや、好きにやって。入れたくない。入れたい。なんか入れたくなっちゃうんですよ。じゃあ入れてみ。めっちゃ入れてみて、ちょい一回じゃ。そんなにできないですけど。そんなにはできないんですけど。ああ、私入れた。ああ。拳だらけみたいな。いいってやった。さすが。こういう感じ。あ、うまいね。いや、うまくないですよ。とって大きいんだ。なんか違うやつ。歌舞伎みたいな。はい、じゃあ準備できたら教えてください。できました。はっちゃんは？はっちゃん大丈夫？あ、じゃあお願いします。はい。いいやん、いい歌撮れてるやん。ありがとうございます。すごいディレクションがもう本当すごかったです。いやでもなんかどんどんそのなんかこうなんだろう剥がれていってる感じ。卵が割れてひよこのリファが出てきた。卵が割れてひよこになりました。最初の、まあ、全部でりはちゃん今日 何回歌ったのかな、10回ぐらい歌ったと思うんですけど、最初の 4,5 回はどちらかというとこうバラードシンガーのりはちゃんが顔を出してたような感じがしたんですけど、一応こう同じ札幌時代を経験してるというか路上ライブをお互い経験してるよしみとしては、ずっと昔のこう今よりもうちょっと無邪気ではっちゃけてたりはちゃんを知っているつもりなんですけど、その当時のこう元気のある感じのりはちゃんが見たいなって思ってきちゃったんですよね。それはこの曲がそうだからなのか、今日のバンドメンバーのプレーがそういうものを呼び起こしてきたのか分かんないんですけど、ちょっと元気のあるりはちゃんでお願いしますっていうことを途中でお願いしてやってもらったら、それどんどんその5テイク目ぐらいから全く違う感じになってて、で個人的にはそっちの方がなんかりはちゃんの色が強く出てる気がしたので、はい、なんかそこら辺に今日一番の手応えというか、個人的にはなんだろうな、楽しさを感じましたけどね。本人の性格とかも総じて可愛らしい子じゃないですか。だからなんか僕みたいな31の男が明日はきっといい日になるっていうそのメッセージとはまた色合いが違うというか、響き方が違う言葉になって、聞いてくれる人たちに届くんじゃないかなっていうのがすごく楽しみですね。はい、いやーなんかすごい感動しちゃって、もう泣くのこらえるので必死でした。歌い終わった後に聞いた時に、自分がこんなにこう殻を破っていたんだっていうことに気づいて。なんかそのゆうさんとも話してたんですけど、最初はなんかゆうさんが作った曲を歌ってるリファの歌みたいな感じだったんですけど、どんどんゆうさんがこうディレクションで楽しく歌えるようにすごいほぐしてくださって、それで一回なんかもう振り切ってふざけてゆうさんの真似して歌ってみたりとか「あー」みたいなそういうのを経てねやっていくうちにどんどんそのなんか自分らしさみたいなのが出てきて、最終的にはもう本当に自分の歌のように、自分で書いた歌のように、歌うことができたねって中でさっき話してましたこの歌はもう本当に歌詞が素晴らしくって、その歌詞「明日はきっといい日になる」っていうすごく希望にあふれている。でどんな明日にするのも自分次第で選択することができるっていう、そういう素晴らしいこのメッセージをちゃんと伝えられる曲になったと思いますので、ぜひ、受け取ってください。よろしくお願いします。